皆さんこんにちは。ドローンリサーチ無限の石田と言います。突然だけど、みんなは海にどんなイメージを持ってるかな。大きくて深くてちょっと怖いって思ってる人もいるかもですね。でもそんな海をもっと身近に感じることができるメカがあるんです。これなんだかわかりますか？もしかしたらテレビとかで見たことあるかな。これは水中ドローンと言います。ドローンというと空を飛ぶドローンを思い浮かべる人が多いと思うけど、これは水中を進むことができるものなんです。今見てもらっているように水中を自由自在に動いて、水にまつわるさまざまなミッションをこなすことができる海の最新テクノロジーなんです。例えば海に浮かぶ船、船の底の部分を点検したいってなった時、今までなら人間が重いガスボンベを背負って海が安全な状態か確認してから最新の注意を払いながら潜って確認したんだけど、この水中ドローンには動画も撮れるカメラがついてるから、これを水中に沈めてパパッと確認できちゃうんです。もしもの時ドローンが壊れちゃうかもだけど、人の命は守れるから安全に仕事をこなせるんだ。そしてここを見てください。なんかついてますね。そう、これは水中のものを掴んだり運んだりすることができるロボットアームなんです。これによって海底に沈んでいるゴミや落とし物などを回収できるんですよ。これがドローンを操作するコントローラーです。2本のスティックを操作することで浮上したり潜航したり前後左右自由自在に水中を動き回れます。水中の様子はここに取り付けたタブレットで確認できるから直感的に操作できるんです。もちろん写真や動画を撮ることもできるんです。じゃあちょっと海の中を冒険してみましょうか。ちょっと下の方行ってみます。あ、いましたね。いました、いました。青い小さな魚ですね。これ名前なんて言うんでしょうか。おー、待ってくれ。あ、船がありましたよ。ちょっと船の底を取ってみましょう。見えるかな、プロペラ。こうすることによって船の底の点検も水中ドローンでできちゃいます。あ、あそこに助けが必要なマッチョがいます。すぐに助けてあげましょう。お、発見しましたよ。おっと、掴んだかな。おっと、よ、逆さまですけど使いましたよ。じゃあ上がってみましょう。あ、魚さんたちが映ってます。じゃあ上げます。無事に救助できました。このように高画質なカメラとアームのおかげで水中のいろんなミッションをこなせるんです。アームの代わりにこのような網を取り付ければ生き物を捕まえることができるし、こんな釣り竿を取り付ければ水中で釣りができちゃう。水中ドローンには無限の可能性があるんです。さあ、ここまで水中ドローンの魅力をお伝えしてきたけど、どう？興味湧いてきたかな？この水中ドローンを使って海の中を探検したりすると、もっと海を身近に感じることができると思います。水中ドローンはこれからどんどん発展していくテクノロジーなので、来年再来年にはもっとみんなの身近な存在になっていると思います。また水中ドローンの操縦が一つの職業になりつつあるから、もしかしたらこれを見ているみんなの中に将来水中ドローンのパイロットになる人がいるかもしれませんよ。私たちドローンリサーチ無限では水中ドローンスクールもやってるから、興味がある人はぜひ一緒に水中ドローンマスターを目指そう。